私の名前は美奈子。先週1年間付き合っていた相互にプロポーズをされたところです。もしかしたら1年間のお付き合いは短いかもしれない。そんなことを考えながらも、好きな人に結婚してほしいと言われながら、花束と婚約指輪を差し出されてしまったら、私はうなずくしかありませんでした。彼からは、彼と結婚式の準備をして、結婚後の生活も考えて、二人の生活をしていくんだと考えると胸が躍りました。すると、彼は私とは違うことを考えていたみたいで、結婚とか新しい暮らしとかの前に、俺の両親にまず認めてもらわないと結婚なんてできないよ、と真面目な顔で言ってきたのです。確かに結婚よりも何よりも先にお互いの両親への挨拶が重要でしょう。しかし、認めてもらえないと結婚もできないという部分には少しだけ引っかかりを覚えました。私も相互ももう28歳、親の許しがないと何もできないような年齢ではありません。それなのに親の許しがないと結婚できないなんてどういうことなのでしょう。私が困惑していると、彼はため息をついてから話し始めました。実は俺の父親はとある会社の役員なんだ。それも結構大きな会社のな。俺の祖父もとある会社の役員だった。だから俺の家系は昔からそういう家系なんだ。母さんも昔は資産家の娘だったし、そういう格式高い感じの家なんだよ。格式高いね。そんなことを言われると思っていなかったので、私は驚きました。彼の口ぶりからすると、そんな格式高い家の人間にプロポーズされた私はラッキーだとでも言いたげな感じでした。私としては格式なんてものは一度も考えたこともありませんし、付き合っている時は一度もお互いの家の話は出ませんでした。そもそもお互い会社の人に誘われた合コンで出会ってから1年の付き合いですから、そこまで私は彼のことを知らないのです。そしてプロポーズに舞い上がってしまったけど、この人との結婚はもう少しちゃんと考えた方がいいかも、そんなことを思っていると、彼は、まずは美奈子の両親のことをちゃんと見て確かめたいから、美奈子の実家に行っていいかな。え、いいけど。確かめたいって一体何を？それを聞く勇気は私にはありませんでした。ただ相互や私や私の家族を自分が寝踏みする側だと思っていることだけは私にも分かりました。そんな相互の態度に少し嫌なものを感じながら、私は母に連絡を取って結婚の挨拶をしていい日を聞きました。ちょうど母にも空いている日があって、私はほっとしました。母は忙しい時は本当に休みも取れないほど忙しいので、今回はタイミングが良かったみたいです。そして私はその日にちを相互に伝え、私と相互は一緒に私の母が住んでいる家へと向かいました。母は父が亡くなってからは小さな平屋で暮らしています。一人暮らしならこの広さがちょうどいいし、階段もないからとても楽よ、なんて言いながらこだわって建てたものです。しかしそんな小さな平屋を見て相互は、え、これが美奈子の実家？こんな家で美奈子は暮らしていたのか、と驚きを隠せない様子でした。私はこの家に住んだことはないわよ。私が独り立ちした後、母さんは一人だし、この家に暮らし始めただけ。私の言葉に相互は目を丸くしました。一人って、もしかして今は美奈子の母親一人ってこと？美奈子の父親は？父は私が中学生の時に病気で他界したのよ。それからは私と母の二人で過ごしていたの。
私の言葉を聞いた彼はブツブツとつぶやき始めました。一体何をつぶやいているんだろうと思って聞き耳を立ててみると、母子家庭かという言葉が聞こえてきました。確かに私は母子家庭で育ちましたが、一体それが何だというのでしょう。母子家庭かどうかで親からもらった愛情や育ててもらった恩などは変わらないです。それに私は父と母に育ててもらえたことを誇りに思っています。ですから何も恥ずかしいことなんてないのです。それから宗吾を連れて私は母に会いました。宗吾は緊張しているのか借りてきた猫のようになってしまい、適当な話をしてさっさと顔合わせを終わらせました。でも気になったことが一つあります。一度も宗吾は私の母に対して結婚をする予定だとか、娘さんを自分にくださいだとか、そういう結婚を知らせるようなことを言わなかったのです。これは結婚の挨拶のはずなのにと思って私が宗吾に聞いてみると、彼はあっけらかんと、だって俺たちまだ結婚するかどうかも決めてないしと言ったのです。私が驚いていると彼は顔をしかめて、だって俺はちゃんとした家の生まれの人間なんだぞ。俺が結婚するには父さんと母さんに認めてもらわないといけないんだ。だから父さんと母さんに美奈子を見てもらっていない今は結婚するかどうかなんて決められない。ちょっと待ってよ。私と結婚するつもりだからプロポーズをしてくれたんでしょ。結婚しましょうって。プロポーズは予約だよ。予約。結婚するかもしれないから他の男のところに行かないようにって。何それ。私は彼の考えが理解できませんでした。彼が私と結婚するかどうかは彼の両親次第で、彼が私にプロポーズをしてきたのは絶対に私と結婚したかったというわけではなく、もしかしたら結婚するかもしれないから私が勝手に離れていかないようにキープするために婚約したのです。私と彼では価値観が違いすぎてびっくりしました。まさかこんな風にプロポーズを使われるなんて思ってもみませんでした。もし私が相互の両親に認めてもらえなかったら、それは結婚なんてできないんだから彼氏彼女の関係に逆戻りだろ。え、彼氏彼女の関係に戻るの？だってお前俺と別れたくないだろ。結婚することはできないけど付き合いだけは続けてもいいよ。私は頭を抱えてしまいました。私は今一体何を言われているのでしょうか。彼は私のことが好きだから付き合ってプロポーズをしたのではないのでしょうか。相手が好きならこんなことは言わないはず。私がおかしいのでしょうか。悩んでいるうちに数日経ってしまい、今度は私が相互の両親に会う日になりました。相互の実家は立派な一軒家でした。相互はその家の前に立ち、ちゃんとした家っていうのはこういう家のことを言うんだ。俺と暮らすんだったらこのぐらいの家を持ってないと。と言い出しました。もしかして私の母が暮らしていた家と自分の実家を比べているのでしょうか。母が一人暮らしをするために選んだ家と、彼が小さい頃から家族で暮らしている家を比べられても困ります。私は苦笑いしながら彼の実家に入りました。彼の両親は見た目こそカビでしたが、なんだかその視線は食べ物を狙っているハイエナのようで、私は怖くなってしまいました。こんにちは。あなたのことは相互から聞いているわ。今日はうちに入ることができるかどうかの面接をするから、そのつもりで気を引き締めてちょうだいね。結婚の挨拶を面接と言った相互の母親に困惑しながらも、私は次々とされる質問に答えていきました。
大学はちゃんと出ているのか、出ているとしたらどこの大学だったのか、勤め先はどこなのか、ボーナスはいくらもらったのかなど、たくさんのことを聞かれました。大体は学歴と職歴とお金のことを聞かれました。これで終わりかなと思っていると、義母は笑いながらこう聞いてきました。あなた母子家庭なんですってね。母子家庭だということを隠して相互に近づいたってことは、うちの資産が目当てだったってことでしょ。え、そんなことは考えていませんでした。私も相互さんもお互いの家のことを話していませんでしたから。私の父が私が中学生の時に亡くなったことも、それからは母と二人で暮らしていたことも相互さんには言ってませんでしたが、相互さんも私に家のことは一度も話してませんでした。それに最初から相互の家が裕福だと言われても、私は相互の家の資産を目当てに彼のことを好きになることはないでしょう。そもそもお金なんて気にしていないのですから。私の言葉に義母は笑いながら、じゃああなたにとって相互の存在は棚からぼた餅ってところかしらね。確かに学歴も職歴も問題ないけど、やっぱり家柄がね。と義母は言い出しました。そこに義父が、まあまあ、とりあえず母子家庭の母親を見て決めようじゃないが、相互ももうそろそろ妻を持った方がいい。今まで貧しかったのなら、これからこちらの生活に合わせることもできるだろう。と言いました。面接が終わってから相互が言っていたのですが、どうやら私は面接に合格してしまったようです。もしかしたら、ここでさっさと不合格と言ってもらえたらよかったかも、なんて私は思いました。そうしたら何も考えずに相互から離れることができたのに。しかしそうはいきませんでした。私の母と彼の両親を呼んで、両家顔合わせの席が設けられました。料亭を予約したと相互が言ってきた時には、もう後戻りはできないと思って私は母に話をしました。実は相互の言動や相互の両親の態度などを見て、結婚したくなくなったと本音を話して、私は相互や彼の両親の言動や態度について母に話しました。母も驚いていました。今さらそんなことを言う人がいるの？と言ってから母は考え込んで、じゃあきっぱりと断っちゃいましょう。両家顔合わせの席だったら私もいるから、美奈子も心強いでしょ、と言ってくれました。私の結婚に一番喜んでくれた母に、結婚したくないと言い出すのは酷だと思いましたが、それでも母が私の味方をしてくれたことを私は嬉しく思いました。母が私の味方についてくれるのであれば百人力です。そして私は母と一緒に両家顔合わせの席へと向かいました。相互も相互の両親も最初からフルスロットルで私の母を見ると鼻で笑ってきました。あなたが美奈子さんの母親ね。美奈子さんは父親を早くに亡くしたと言っていたけど、それからは再婚もせずに一人で美奈子さんのことを育てていたみたいね。一体何をしてお金を稼いでいたのかしら。女性でそんなに稼げる仕事なんてあまりないでしょ。義母が何を言いたいのかはすぐに分かりました。私の母が危ない仕事をして私のことを育てていたのかを知りたいのでしょう。職業に貴賤なしと言いますが、どうやら相互の両親はそんなことは思っていないみたいです。私の母はそんな嫌味のような質問に軽く答えました。会社の社長をやっています。旦那が亡くなった時からですね、と言いました。なるほどね。旦那さんが亡くなってから後を継いだ感じかしら。
それって自営業の会社か何かでしょ。母が自分は社長をやっていると言っても、私の母が経営している会社の名前を聞く前から義両親はいろいろと決めつけているみたいでした。義母は笑っていましたが、目が笑っていませんでした。母子家庭で自営業、さぞ貧しかったでしょう。こんな貧乏な母親がいつまでも美奈子さんにくっついているなんてゾッとするわ。美奈子さん、うちの宗吾と結婚するつもりだったら、この貧乏な母親とは縁を切ってちょうだいね。え？私は驚いて宗吾の方を見ましたが、宗吾は自分の母親が正しいと言わんばかりにコクコクとうなずいていました。どうやらどこまでも宗吾とその両親は私の家が貧乏なのだと決めつけたいみたいです。私の母がため息をつきました。親族になれないので帰ります、娘も連れて帰りますから、とはっきり言ってくれました。しかし義両親はまだ笑顔です。美奈子さん、貧乏な母親のことをこれからも支えるのか、貧乏な母親のことを切って裕福な我が家に着くのか、答えなんて分かりきっているが、一応君の意見を聞こうじゃないか。私の母のことを貧乏って言ってますけど、母は貧乏ではありませんよ。私が説明しようとすると、義両親も相互もクスクスと笑い始めました。貧乏じゃない？嘘でしょ？貯金とかあるの？どうせ10万ぐらいしかないでしょ？え？総資産20億円くらいですけど。私の言葉に今まで私と母のことを笑っていた義両親と相互が固まりました。私の口から出た金額がとても信じられない数字だったのでしょう。義両親も相互も、嘘をつくもんじゃないよ美奈子さん、いくら生みの親をかばいたいからって、と言ってきましたが、私の母が懐から名刺を取り出しました。言い忘れていましたが、一応あなたとも面識はあるんですよ。私、あなたが役員を務めている会社の創立記念パーティーに呼ばれていたので、挨拶だけしかしていなかったですけど。え、この会社名って？あなたが勤めている会社とはいつも大きな取引をしているので、会社同士とても大きなつながりがあると思っていたのですが、まさか役員ともある人に貧乏だと言われ、娘に対して縁を切るように指示されるとは思いませんでした。私の母がようやくどのような立場の人間か分かった義父は顔面蒼白になりました。すいません、まさか母子家庭の人間が社長をやっているとは思わず。あら、まだそんなことを言うんですか。母子家庭だとしても、その母親や娘が社長となってたくさんのお金を持っていたとしても、ありえない話だとは思えないんですけど。本当に申し訳ございません、失言でした。義父の様子に相互も義母もただごとではないと分かったみたいで。今まで悪かった、俺はお前の家柄を勘違いしていたみたいだ。お前の母親が大きな会社の社長ってことは、もともとお前の父親がその大きな会社の社長だったってことだろ。お前の父親すごかったんだな、と言ってきました。私の父がすごいのは本当のことですが、彼のその言い方だと、私の母は父が亡くなって会社を受け継いだだけですごくないとでも言いたげな雰囲気で腹が立ちました。義母も、これで相互に見合った結婚式が挙げられるわね、なんて言っています。婚約破棄に決まってるでしょ、私がはっきりと言うと、相互も相互の両親も目を丸くしました。まさか本当に私が、はい、喜んで、と言って
結婚すると思っていたのでしょうか。人のことをバカにするのもいい加減にしてほしいです。私、相互とは価値観が違うと思うの。人のことを家柄で判断しようとか、結婚するかどうかは決まっていないけどキープするためにプロポーズするとか、そんな失礼な態度を取る人と結婚なんてできないわ。でもお前は俺のこと好きだろ。俺の家は裕福だし。だからなんだって言うの？お金の有無を私がいい月にしたって言うの？あなたは私の母をバカにして、私のこともバカにして、自分と自分の両親の見栄のために私と私のことをないがしろにしたのよ。今からそんな状態だと結婚した後はどうなるの？私のことを見下して浮気でも何でもするんでしょ。家事を全部押し付けておいて、俺は偉い人間なんだからお前が全部やれとか平気で言っていたに違いないわ。私の言葉に彼は言葉に詰まりました。図星だったのでしょう。私は呆れてため息をつきました。行こう、お母さん。もうこの人たちと話すことなんてないよ。え、そうね。ああ、婚約破棄は受け入れてもらえたということでいいですよね。もうこちらには結婚の意思はこれっぽっちもありませんから。母が念を押すと、コクコクと義父はうなずきました。私と母は笑いながら家に帰りました。まさか相互も義両親もあそこまで情けないと思わなかったと話しながら、私たちは帰りました。翌日、何を血迷ったのか、相互が大きな花束を持って、私の母が社長を務めている会社にやってきたと思うと、総資産20億もあるなんてすごい。俺はあなたに一目惚れしました、と出社した母に花束を差し出したのです。まさか私とは結婚できないと知った瞬間、お金を持っている母にアタックするとは思っていなくて、私も母も驚きました。彼はすぐに警備員に追い出されましたが、その後もしつこく私の母にプロポーズしてきたので、母は最後の手段を使うことにしたのです。それは義父と相互が勤めている会社の社長に相談することです。父が生きていた頃から母とその社長さんは仲良くしていて、私のことも小さい頃に可愛がってもらっていたので、家族ぐるみで仲がいいのです。もちろん相手の社長さんは私の婚約破棄の件と母への付きまといの件を聞いて激怒して、相互と相互の父親を社長室に呼び出して説教したみたいです。その時に相互が何か口を滑らせたのか、義父が何かやらかしたのかは分かりませんが、義父は役員から平社員になってしまったみたいです。相互は遠くの地域にあるお店に左遷されてしまったと聞きました。これで付きまとわれることもないですね、と社長さんが笑顔で言っていたので、私はこの人は怒らせちゃいけないなと思いました。その後聞いた話だと、息子が大口取引相手の会社の社長の娘をバカにして見下した結果、婚約破棄を食らった上に、元婚約者の母親であり大口取引相手の社長に対して告白した上に付きまとったという噂で、義父は針のむしろ状態だとか。その状態に耐えきれずに義父は辞職。義母と義父は揃って相互に養ってもらうために引っ越したみたいです。相互も安月給で両親を養うこともできないため、二人にアパートに出て行ってもらい、やっと生活できるようになったんだとか。左遷先にも相互の狂った行動を知っている人がたくさんいたので、相互は女性社員全員から避けられているみたいです。自業自得ですね。両親に結婚してほしいと言われていたのに、これでは結婚もままならないですね。一度だけ私に婚約破棄の慰謝料を払えと連絡が来ましたが、
母の知り合いの弁護士に相談すると言っただけで、ごめんなさいと謝って電話を切られました。最初から無謀なことはしなければいいのに、と私は呆れてしまいました。今度母が信頼できる人を紹介してくれるというので、その人とお見合いして、また結婚のことに関してちゃんと考えたいと思います。私の名前は恵子、30歳で環境に関しての研究職をしています。田舎で育った私は自然が大好きな少女でした。また私は幼い頃から人の役に立ちなさいと親に教育されて、ずっと人の役に立つ仕事をしたいと思っていました。そして高校生の時に環境に配慮した社会の形成に関心を持ち、頑張って勉強をして、それなりの大学に入り、アルバイトをしながら院まで進み、今はとある大手企業に勤めさせていただいています。4つ年上の夫隼人とは、友人に無理やり連れて行かれた合コンで知り合いました。彼は事業を経営していて、いかにも実業家風で口のうまい彼は、オタクな私とは縁のない人だと思っていました。しかしなぜか彼は私にとても興味を持ち、熱烈にアプローチしてきたのです。今考えると、私という人間よりも私の勤めている企業名と浮気をしなさそうな女という点が気に入ったんだと思います。男性に免疫のない私は、彼のそんな計算なんて見えるわけもなく、なんだか少女漫画の主人公になったような、そんな気持ちで彼と付き合い始めました。友人たちからは意外な組み合わせと思われたみたいで、すぐ別れるんじゃと心配されましたが、1年後に順調に結婚が決まると、真実の愛ってやつ恐れ入りましたと友人たちに納得されました。そうやって始まった結婚生活はそれなりに順調だったと思います。正直家事は苦手でしたが、隼人は自分が家事をしなくて済むならと、私の家事に関して文句を言うことはありませんでした。また私は基本的に鈍感なのか、彼の帰りが遅かったり連絡が取れなくても忙しいんだなと特に気にせず、彼のことを拘束することも責めることもありませんでした。付き合ってる時に、稽古は干渉してこないのがいい、すぐやきもちを焼く女は苦手なんだよなと隼人に言われたこともあります。私も研究に夢中になると連絡を忘れることがありますので、お互い様だと思っていました。順調だと思っていた私たちの間に不穏な空気が流れ出したのは、結婚してから1年経って私が彼にお金の件について話したあたりでしょうか。彼は自分で事業をしていたので、私たちの住む賃貸マンションは私の勤める会社の住宅手当をもらって私名義で契約していました。なので生活費は隼人が出すと最初に約束していたのですが、ある日隼人が、今月は資金繰りが苦しくて来月には払うから、となんだかんだと払ってくれないことが増え、気づいたら彼がお金を払ってくれなくなってから1年が経っていたのです。私はさすがにこれは困ると思い、一体彼にいくらお金があるのか把握したいから貯金通帳を見せてくれと言ったのです。すると隼人はいきなり激高して、夫婦間でもプライバシーがあるだろ、お前は本当そういうところが無神経だよなと怒鳴りつけてきました。私はびっくりして思わず泣き出すと、隼人はコロッと態度を変えて、ああごめんごめん、怒鳴って悪かったよ、もうしないから許してくれよと下手に出てきました。おかげで私は落ち着きはしましたが、結局
生活費の件はうやむやなままでした。時期を見てまたお金の話を切り出すと、やっぱり同じように隼人は激高してきます。私はそのような彼の反応に反射的に怯えるようになり、とうとうこの話をすることができなくなってしまいました。ただ激高した後は優しい態度を取られるので、きっと隼人も悪いと思ってはいるんだ、そう信じている面もありました。また生活費とは別に、近所に住む彼の両親と会食するときも、彼はお会計をすることはなく、私がすべて払っていました。彼も義両親も贅沢癖があるので、食事はだいたい高級料亭で一番高いコースを頼みます。学生時代、食費は月に2万と決めてアルバイトをして過ごしていた私としては、一人2万のコースに頭がクラクラしました。この件についても折を見て触れると、別にお前の両親が来たら俺が払ってやるけど、お互いに配偶者の両親に感謝を込めてでいいんじゃないの？共働きなんだしさ、たまたま俺の親とよく食事に行くだけだろ？そんなに気にするなよ。とうまいこと言ってきます。私の両親は遠方に住んでいて、めったにこちらに来ませんし、来たとしても私たちに迷惑をかけたくないと安いファミレスを選ぶでしょう。彼はそれを見越して言ってるんだと思うと、その狡猾さに少し怒りを感じました。実業家というのはこういうことができないとやっていけないものなのかもしれないと、研究職で怒鳴れしていない私は、彼の口のうまさに太刀打ちできず、だんだんと抵抗する気力をなくしていました。そんなある日、隼人が優しい声で、そういや恵子、クレカ持ってないよな、と言ってきたのです。私はどうもクレカが苦手で、現金か電子マネーしか持ち歩いてませんでした。苦手だから、と私が渋ると、彼は自分のクレカを出して私に渡してきました。家族クレカを作ろうと思ってさ、その方がいろいろと特典がつくんだって。ほら、俺のお金の件でいろいろ迷惑かけてるだろ。ずっと悪いとは思ってたんだよ。彼の主張な態度に、私はやっと改心してくれたのかと少し感動すら覚えました。当時の私はそれほど彼に支配されていたんだと思います。カードがあれば手続きできるらしいから、やっておいてくれていいよ。わかった、ありがとう、と私はカードを受け取り、素直に手続きをしました。クレカは苦手でしたが、特典がつくという言葉と彼の誠意が嬉しかったのです。私はできたカードを彼に見せて、できたよと教えると、彼はニコニコとしてそれを私から取り上げました。ん？と私が首をかしげていると、隼人は財布にそれをしまい込み、このクレカは俺の両親にあげる、断るなら離婚な、と高らかに宣言したのです。私は目をパチクリとさせて、意味がわからず呆然としていましたが、彼のしてやったりの顔を見て、そういうことだったのかと、やっと合点がいきました。彼は生活費を作ったクレカで支払うつもりはさらさらなく、ただ私から便利に搾取できるカードを欲しかっただけなのです。私は自分の中で何かが崩れるのを感じながら、わかったと言いました。彼は両腕を広げて私を抱きしめると、ありがとうケイコ、愛してるよ、と、いつものように苦い汁の後に甘い汁を渡してきました。いつもなら懐柔されるところですが、私の中で何かが壊れていました。クレカの名義確認してないのね、と
心の中でつぶやき、この後の展開を密かに楽しみにしていました。それから2週間後、ハヤトはいそいそと旅行カバンを持ち、じゃあ温泉に行ってくるからと嬉しそうに、とある高級旅館のパンフレットを眺めていました。その旅館は私でも知っている高級旅館で、確か普通の部屋でも一人10万はするはずです。すると義両親がタクシーで我が家に乗りつけ、あやと迎えに来たわよ。楽しみだな、三泊なんて久しぶりだ。カニの食べ放題なんて初めてね、とワイワイと言って三人で楽しそうに出て行きました。まるで私はいないようでした。もともと義母は最初に会った時に、ずいぶん学歴がお高いのね、と言って嫌な顔をしていました。そしてことあるごとに、まあ学のある人は違うみたいね、と嫌味を言ってくる人でした。私は決して恵まれた環境で育ったわけでもなく、頑張って努力して手に入れた学歴をなんだか嫌なもののように扱われるのは気のめいるものでした。なので義両親から疲れていないのは分かってましたが、お嫁さんは来ないのと一言あっても良さそうなものです。しかも彼らは私名義のクレカを持ってます。私は隼人のいない4日間、この状況を友人や知人に話すと、それっておかしくない？と同情されて、だんだんと自分の目が覚めてくるのを感じました。私はすっかり彼の支配下に置かれていて、自分で判断して考える能力を失っていたんだと思います。研究職としてあるまじき行為です。私は自分の中をいろいろと整理して、旅行から上機嫌で帰ってきた彼と義両親を迎えました。ああ楽しかったわ。義母は真新しい洋服とサングラスに身を包み、義父も手にお土産をいっぱい持って、ハヤトは得意げに両親を見ています。持つべきものは孝行息子ね、と義母は嬉しそうにハヤトを見つめ、義父も誇らしげに、いい息子を持ったもんだとうなずいていました。私は冷めた目で3人を見つめていましたが、彼らが私のその視線に気づくことはありませんでした。そして予想通り、私へのお土産は一つもありません。ハヤトは義両親に、まあまた連れてってやるからと尊大に言うと、義母と義父は満足そうに二人はタクシーで帰っていきました。そして私の方をやっと見て、ただいま、おかげで楽しかったとニヤニヤして抱きついてきました。私は気持ちが悪いと思いましたが、来月までの我慢だと思い、いつものようにおとなしく身を委ねていました。そう、来月に起こるイベントを私は楽しみにしていたのです。そして待ちに待った翌月末、ハヤトのクレカの明細が届きました。私はハヤトにカードの明細封筒を渡すと、彼は寝転んであくび交じりに封筒を開けて中身を確認しました。すると彼はガバッと起き上がり、油汗をかきながら明細書を目で追っています。その目は瞳孔が開き、顔はみるみる青ざめていきました。に、220万？とすっとんきょうな声を出したかと思うと、私の方を見て、これは何かの間違いだろう、なんだこのクレカってのは、と怒り始めました。それはとあるクレカからの引き落とし金額でした。このクレカだけど、と私は例のクレカ明細を見せました。彼は明細の書面の文字と数字を目で追い、こ、
これって俺たちが使ったホテルとか百貨店とかの？とブツブツとつぶやき始めました。身に覚えがあるに違いありません。それは彼に渡したクレカで、名義人は私なのですが、引き落とし先は会員の彼になっていたのです。いわゆる家族カードというやつで、会員の妻であればカードが作れるのですが、名義はあくまで使用者で、引き落とし先は会員になるというカードです。クレカを作るときに自分の口座に紐付けるのは彼には断っていたのですが、彼はそんなことはすっかり忘れていたらしく、名義が私の名義になっていたので、私の口座からの引き落としだと勝手に思っていたのでしょう。詐欺だ。こんなのは、こんな引き落とし納得できるか、と彼は明細書をくしゃくしゃと握りつぶし放り投げました。私はそれを拾い上げてシワを伸ばしてやると、彼の前に突き出し、なら私が盗難届を出してもいいけど、と言ってやりました。すると彼はてぶてしい顔をして、はあ、盗難届だ？家族が使って何が悪いんだ、と息巻きました。私は明細書のカード名義人、つまり私の名前の箇所をトントンと叩き、調べたらカードの名義人以外が勝手に使うのはなりすましの詐欺行為になるんだって。あなた、私に全部やらせておいて名義の確認もしなかったでしょ。私じゃないと使っちゃいけないのに他の人が使うなんて、それ違法なのよ、と冷静に説明すると、彼は少し怯えた顔をしましたが、あくまで強気に言いました。なりすましも何もお前が使ったかもしれないだろ。だって私はこの旅行の間にずっと会社にいたしね。カードを使えるわけがないって証拠はあるわ。すると彼はグググという変な声を出し、私を肉々しげに見つめてきました。私はなんだか面白い気分になり、私が盗難届を出せば誰がカードを使ったかすぐに調べてくれるでしょうね。最近は防犯カメラがあちこちにあるし、とニコニコして言うと、ハヤトはとうとう震える声で、じゃあそれをしたら親のところに警察が行くってことか、と聞いてきました。そういうことね。まあもちろんあなたのところにもね、と私が冷たく言い放つと、ハヤトはガバッと土下座をして、頼みます、それだけはやめてください、お願いします、お願いします、といつもの尊大な態度はどこへやら、打って変わって下手に出てきました。彼のこういうところが一番信頼のおけない、騙されちゃダメだといつもの手だと私は冷たい目で見ていました。すると玄関から義両親の声がしてきました。おい、入るぞ。あやと、今日はどこに買い物に行く？彼らはずかずかと中に入ると、情けなく私に土下座している息子の姿を目に留め、おい、何してるんだ、みっともない、やめなさい、と言ってハヤトを起こそうとしました。ハヤトは歯ぎしりをしながら、いや、これは大事なことなんだ、ちょっと放っておいてくれ、と義両親の制止を聞かずに土下座の姿勢を続けました。義父は訳のわからない顔で私とハヤトの姿を見比べています。すると義母が顔を真っ赤にして唾を飛ばしながら私に食ってかかってきました。ちょっと恵子さん、あなた嫁のくせに夫に土下座させるなんてとんでもないことだと思わないの？母さん、ちょっと黙ってくれ。いいえ、黙りません。息子がこんな目にあって黙ってられるもんですか。
私が何も答えずにいると、義母は勝手に想像を膨らませ、次から次へと言葉をつないできました。ちょっといい大学出てるからって、調子に乗ってるんじゃないわよ。嫁は一番、地位が低くて当たり前なんですからね。あやと、お前もいい加減立ちなさい。いや、いいんだ。俺の気の済むようにさせてくれよ。何言ってるんだい、まったく。確かにお前は浮気ばかりしてるけど、嫁にバカにされる筋合いはないよ。義母の言葉に、私は思わず、浮気？と、おそりとつぶやきました。隼人ははっとした顔で、私と義母を見ていますが、義母は私のつぶやきに気づかなかったのか、興奮したまま喋り続けました。男は浮気の一つや二つして当たり前。それにいちいち怒るなんて、嫁失格だよ、まったく。母さん、ちょっと。そりゃこっちも、何度も慰謝料を用立てるのはちょっと苦労してたけどさ。まあ、今回クレカをくれたから、誠意を見せてくれたと思って嬉しかったけど。隼人がみるみる絶望的な顔になるのを、私ははっきりと確認できました。両親にクレカをあげるなんて、おかしなことをすると思っていましたが、何度も浮気の慰謝料を代わりに払ってもらっていたので、そのお詫びにということだったのです。合点がいった私は、なんだかすっきりして、その一方、彼の浮気なんてどうでもいいと思っている自分に気づき、ああ、もう彼のことが好きでも何でもないんだな、とはっきりと確認できたのです。隼人は、私の目の中に怒りよりも無関心の色を感じて逆にまずいと思ったのかガバッと起き上がって私にすがりつき、お願いだ、捨てないでくれ、浮気はもうしないから、と泣きついてきたのです。義両親は呆れた顔で隼人を見ています。お前そんなことまでするんじゃない。義父は隼人を怒鳴りつけましたが、後がなくなった隼人は私から離れず、いやいやと首を振り、俺は稽古を愛してるんだとのうのうと言ってのけました。私はうんざりとして、金づるが欲しいだけでしょうと冷たい声を出しました。隼人は見たことのない私の冷たい顔に青ざめて、思わず腕を離しました。その隙に私は部屋のドアに向かい、返済頑張ってくださいと言って廊下に出ました。隼人は慌てて追いかけてきて、待ってくれよ、返済できないと会社が不当たりに、これ以上金を借りるのは無理なんだと再び私を捕まえようとしましたが、義両親に抑えられて、隼人、これはどういうことだ、返済ってなんだい、お前借金でもしてるのかい、慰謝料を払う代わりに借金はしないって前に約束しただろう。話せ、うるさいな、人のクレカだと思ってあんなに散財しやがって、少しは遠慮しやがれ。ああ、お前がどんどん使えって、支払いは心配ないって言ったじゃないか。そうだそうだ、そもそもお前も使ってたろ、夜中にキャバクラに行ったのも知ってるぞ。うっせえな、こっちは年寄りの相手で疲れたんだよ、俺にもいいことあっていいじゃねえか。年寄り相手にだ、お前そんな風に思ってたのかい、母さん情けないよ、親子をこうしてくれてるとばかり。義母は狂ったように泣き始め、義父は息子に殴りかからんばかりでした。私は勝手にやってくださいと心の中で思い、簡単に荷物をまとめると、騒いでいる彼らを置いてこっそり家を後にしました。それから私は弁護士を雇って、
離婚の調停手続きを始めました。ハヤトは金づるの私を話したくないらしく、なかなか離婚に応じませんでしたが、会社の人たちにもぶちまけると脅すと、しぶしぶ離婚に応じてくれました。それから何人かの浮気相手に慰謝料を請求すると、おい、なんてことをしてくれたんだと慌てた声で電話がかかってきました。どうやらそのうちの一人は会社の女性だったらしく、慰謝料を請求された腹いせに会社で全部ばらしてとっとと辞めていったそうです。社長としての会社での立場もなくなり、さらに不渡りを出した彼は社員たちに散々ののしられて悲惨な最後を迎えたようでした。いつもの口八丁手八丁だけではどうにもならないことが世の中にはあるものですね。結局彼は逃げるように実家に戻り、家では義両親にこき使われ、外に出るときは社員に見つからないか怯えながら生活しているようです。私はというと、もらった慰謝料と今まで貯めていた貯金を合わせて思い切ってイギリスの大学に留学しました。今は地球環境と調和した企業経営の MBA を取るために奮闘しているところです。社会に、人に、地球に役立つ研究と経営ができると思うと嬉しくて寝るのももったいないくらいです。あのまま結婚生活を続けていたら、こんな喜びには出会えなかったと思います。別れてくれてありがとう、そんな思いすら湧いてくる今日この頃です。